ヒカキン TV Everyday。 またこれ始まってるパターンだ。あ、こっち向きにしなきゃ。よいしょ。はい、ポニョイマハロー YouTube。 どうもヒカキンと、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。皆さんこんにちは、皆さんこんにちは、こっちは、こっちは、こんちはじゃなくてこっちはですから。なってない、はい、今日はですね、はい、この間僕実家に帰った時に、うん、古い写真見つけたんですよ、うん、もうね、あれはね、1990年とかのレベルかな。90年代、89年、90年レベル。ああ、そう、僕が生まれた年かその次の年くらいかな。90年生まれ、89年生まれ89年。で、まあ、要するにお互いほぼ赤ちゃんの時の写真なんですよ。そういうことね。ちょっと今日はね、本邦初公開ヒカキンとセイキンの赤ちゃんの時の写真です。それでは見ていきましょう。まず1枚目はこちら。はい、どうですかこれ。茶の間だよな、これな。うわーっていうか、セイキン氏なんか負傷してます。ちょっと負傷してますね。やんちゃだったということですね。でもごめん、よく見たら全然赤ちゃんじゃない。赤ちゃんってはね、全く赤ちゃんじゃない。多分僕これ何歳。いや、でもまあかなりまだ1、2歳、2歳ぐらい。1歳とか分かんないですけど、うん、あ、90年って右下に微妙に書いてある。ってことは1歳だ。セイキン氏3歳ぐらい。1歳、2歳、3歳だね。3歳、3歳になるかどうかぐらい。あ、そう、仲が良かったことが伺えますね。そうですね。もう顔にでも全然これは面影出てますね。うん、にしてもなんか僕今よりなんか目とか可愛くない？なんでこう鋭くなっちゃったんだろうね、こうね。そうね。セイキン氏、ぼっちゃん狩り入ってますね。ちょっとぼっちゃん狩り入ってるよね。でもね、怪我したから前髪切ってやんのかな、これ。そういうわけじゃない、たぶんもともとでしょ。いやー、1歳だけどちょっとヒカキンの方が強そうですね。やられてますね、セイキン氏これね。はい、続いてはこちら。プールですね、プール。水飲んでないこれ。セイキン氏、口が開いております。そして、ひーちゃん、水を飲んでおります。水飲んでんだよ、これ。ただね、田舎だったんで、水はね、もちろん全然おいしくて、ね、確かにそうだね、田舎は水ね、新鮮飲めますからね。そう、懐かしい。でもね、記憶にはあんまないな。全くないよね、記憶にはないけど。全然覚えてないよね。でも、家にプールがあったのは覚えてる。夏に外でやってるとか。そうだね、全然ちょっと覚えてはいないけど。そっか、でもこのホースとかなんかブワーとかやったもんな、ちっちゃい時、庭をこう水浸しにしたり、で、晴れた日にコンクリートにバーってなんかこう、ふわーってなんかコンクリの匂い。夏はやったね。雨の日の匂いになるね。うん、虹出たな、みたいな。そんなことしてましたね、はい。これは何年だろう。お、90年7月19日。90年。あー、でも同じ年か、そうする。ってことは、2歳、3歳ギリギリ手前ぐらい。そうだね、3歳手前ぐらいで。ってことは僕は1歳3ヶ月、うん、そうだね、ですね、うん。次面白いですよ。いきますよ、3枚目。セイキンソロです。これやばいっすね、これね。面影ちょっとあるけどね。でも可愛いよ、ちょっと。まあ、これ母親に抱かれてる感じですわね。うん、だいぶ太ってるな、この頃ね。髪の毛がまだない頃ですね。ちょっと髪の毛がね、ちょっと足りてないね。いや、可愛いな、これは。太ってるな、相当太ってるね。ねえ、これがね、今となっちゃね、皆さんこっちは正規ですって言ってるからね。そうね、誰もこの時こう思、こうなるとは思ってないよね。そうだよ、そうだよね。こんな太ってたのにこんなに細くなって。年を取るたびに痩せていく。水色で統一してるあたりがいいね。あ、そう、あ、今でも水色。なんでこれリュック背負ってんだ、これリュック背負って出かけんじゃん。これで行ってきまーすって言って。多分これでも歩けんだよ、多分。いや、でも笑ってますね、パンパンですけどね。ピクニックに行くと、はい、ね、と前だね、多分。はい、続いてはね、ヒカキンソロいきます。ヒカキンソロあるの？あります。あ、そう、こちら。はい、ちょっと成長してるよね。うん、なんちゃらドロップって書いてある。この服を着た覚えもないし、このお面も覚えてない。あ、でも場所はわかるね、大体わかるけど、うん、まあ、襖でわかるくらいで、座布団とかもこんなあったっけなって感じ。うん、てこの帽子みたいな、何これ、お面、これなんか手作り感出てるよね、これ、お面。うん、ほら、なんかおかしいじゃん、形。保育園で作った、わかんない。にしても、もうちょっと今の顔になってきてますね、ちょっとね、面影が。うん、これは、そうかな、2歳代だろうね、これ多分。3歳は、あ、書いてある、ここに7月24。同じかな、さっきと、もしかして。うん、1歳、1歳3ヶ月くらいかな。こんなでかい。うん、意外とそうなんじゃない。いやー、これ2歳
半じゃない？2歳3ヶ月2歳ぐらいか分からないっていうねはい、続いてまたしても聖金ソロです。いきますよ。これはね、面影ありなんですよ。車好きなんですよ。そうなんですよね。この頃から、当時から運転してたわけだ。運転してる。あ、そうそう、車が好きだからね。チースみたいになってる。皆さんこっちはって言ってるこれはでもね、ちょっと覚えてる。これなんかね、ぎっこぎっこぎっこって焦げるの。あったかもしれないね。あったかもしれない。これなんとなく覚えてるね。覚えてる。でも腕乗るの好きだったかもしれない。腕むくんでるけど、ちょっとむくんでる昔太ってたんだよ、ね、腕パンパンだけどね、これね。暑そうだね、それも。これ夏っぽい感じ、夏だね。はい、続きましてはこちら。ブンブン。はい、これね、山菜って、これ何だろう、これってね、うんうん、これ何かというと、山菜っていうね、駅があったんですよ。そうですね、実家からまあちょっと行ったところに、うん、これ長野県なんですけど、長野県に近い新潟に住んでたので、そう、これ豊野、まあこの辺ですね。で、3歳になった時にここで写真撮るみたいなのが地元では多分あったみたいで、多分これは聖金市3歳なんですよね。そういうことだね。そう、これ僕も3歳の時撮ったの覚えてます。うん、うん、いやー、ほら聖金市ちょっと冴えない顔しておりますけど、一応主役なんだけどねはい、続いてはこちら。これなんかね、聖金市保育園の服着てんだよね。うん、そう、これあの妙高山っていうね、山をバックに撮ってますけどもね、うん、これ赤だから、もみじ組だから、もみじ組、3歳で入園だから4歳ですね、多分聖金市。ヒカキン氏2歳です。ちょっと顔がパンパンになってきてます。ちょっとむくんできてるね。むくんできてますね、ほっぺたがね。俺ちょっと痩せてきてんじゃない、はい、ちょっと痩せてきてるよ。ちょっと痩せてきてる。すでに始まっていたよ、この頃からもうちょっと引き締まってきてるよね確かにあの頃の小さい頃よりは少し痩せてきてる、ね、髪の毛もちょっと増えてきてる。はい、続いては、だいぶ成長してます、うん、これ七五三だよね、多分ね。うん、平成5年だね、これは。七五三、平成5年、だいぶ身長差があるな、これ。うん、だいぶ身長…聖金氏がぼっちゃん狩りで笑っておりますそんな僕もぼっちゃん狩りですが、ちょっと前髪分かれてますからねセンター上げで、いい笑顔だ、聖金氏、これは、うん。でもね、ちょっと覚えてる、これどこで撮ったかとかは。あー、うん、分かる、覚えてる、ね、うん。で、一つ全然違う写真もあったんで撮ってきました、うん、こちら。はい、はい、これね、聖金なんですよ中3の時のね、全国大会で、そうだね、聖金がね、テイクオフしてるとかですね、空に飛び出した瞬間。そうだね、懐かしいね、中3だね、これは。全国中学校スキー大会、うん、山形は、米沢で行われた、スキージャンプのですね、大会ですね。いわゆる全中ですね。全中です。はい。全中、65番。で、この時はね、8位。7位だよ。7位。そこで、ね、うん、オリンピック、今のオリンピック選手とかに勝ってたんですよ。勝ってたよね。だんだんこう負けてきてね、今に至ってこんな感じなんですけど。当時ね、勝ってたよね。そうなんですよ。これ懐かしいなぁ、うん。中3だからね。でももう身長170。170ぐらいだった。中ぐらいあってね。そう。成長しきってますね。うん、今やりゃ太いですから。これ懐かしいなはい、そしてね、本当の最後、これがね、さっきちょっと2人で見たんですけど、ミステリーなんですよ、ミステリアス。まあ見ていただければ分かります。はい、最後はこちら。はい、こちら母親にね、なんかこう支えられて花火してるとこなんですけど、これどっち、これ聖金にしか見えないんだけどな。いや、俺逆だと思うけどな。やばいんですよね、分かんないの、うん、僕から見るともう聖金じゃん、これどう見てもっていう。いや違うくない？いや、これ僕じゃない。うそ。お互い自分じゃないって言ってんですよ。うそ。でもね、だからちっちゃい時はやっぱちょっと似てた時があるっぽいんですよね。似てたんだろうね。でもこのなんか目の鋭さは聖金でしょ。そうかな。そうだ。どっちだ。母親に聞くしかわかんないか。うん。いや、これ聖金的な顔の作りしてるじゃん、だって。そう、何年とか書いてないの。あ、90年だ。90年だ。ってことは。こっちだ。そうだよ、ほら、ね、ほらそうだよ、だってそうだと思ったんだよね。超聖金っぽいよ、これ顔が。いや、俺違うと思ったもん。これムスッとした顔。ムスッと、別にムスッとした。でもさっきからどっちかと2個どう見てもこれ90年7月16って書いてあるから、僕だったら1歳3ヶ月なんで、俺3歳だから、これヒカキンだ。え、聖金じゃん顔。違うよ。そう、この時聖金氏は3歳のはずなんで、うん、だから違うよね、多分。うわー、やっぱ兄弟
似てたんですね、これね。なんで、どこからこうやって差が出てきたんでしょうかね。今ね、似てるっていう人もいるけど、似てないけど。ちょっといるんですよね、似てるっていう人。うん、そう。でも、あんままあ似てないと思うんですけど。そんな似てないよね。この時似てんなぁ。え、でもよかった、これ。昔の写真っていいね、これ。右下にちゃんと日付書いてある。そうね、ちゃんと出てるからね。はい、というわけで、ヒカキンとセイキンの昔の写真でした。お付き合いいただきありがとうございました。ございます。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はビンじゃんけんポン。バイ。See you next time。私ヒカキンのツイッター、ライン、インスタグラム、バイン、ツイキャス、フェイスブック、その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押して、ダラク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 